はい、ミンゴルファー雪村です。今日は5月の16日ですね。ランキングトーナメントをやっていこうと思うんですが、ちょっとねギアをね、せっかくファラオなんでね、スカラベボールとピラミッドクラブですね、で、臨もうかなと思います。はい、現状1217位ですね。今昼の、14時ぐらいなんですけど、1217位の状況でございます。まあ9アンダーのボナ、お、天由美さん発見ですね。久々にフレンドの天由美さんとね、一緒にねラウンドをすることになりました。ちょっと待ってくださいね。ピラミッドとスカラベでまだしっかりと練習もしない段階でフレンドさんと一緒に回るのめちゃめちゃ緊張するんですけども、そうですね、この辺まで飛ぶんですね。351ヤード飛ぶということですね。ボールの左下打ちでまず一発目、風に乗せてね、あーやっちゃったー、ダメった。いやー、今日一番最初のランキングトーナメントのショットすごい緊張するなって言おうと思ってたところで、やっちゃいましたね。さあ途端にピンチです。今多分天海さんですよね、よろしくって言ってくれたんですけど、ごめんなさい、もうよろしくって言ってる余裕がございません。これ木に当たるよな。サンドウェッジに切り替えるんですけど、のボールの下打ち、木を越えるかな、ボールの右打ちでっかな。そうだな。さあ頼むで木に当たらないでください。どうだ、うわ当たる、当たらない、うおーすれすれ、うわー、まあでも全然オーバーですね。まあしょうがない、しょうがないんですけど、うわ、途端にピンチです。さあ、これを入れてバーディーで上がれれば完璧なんですけど、入る確率 20% もないかな。もうちょい左。はい。このくらいで、12センチ下げですね。どうだ？どうだ、どうだ？ああ、全然ダメでしたね。はい。ということで、2.3 メーターのパーパットですね。さあ、パー上がりとなるか。33センチか。結構上げてるな。どうだ、グリップの、入らない。パーも逃してしまいました。どうだ、な、オッケーパッドでそれかよ。オッケーパッドでしょ、今の。そんなことあるの？そんなことあるの？今、オッケーパッドで50センチぐらいしか進んでなかったじゃん。もう、ガーンですよ。なんだそれ。このダブルボギーは俺のせいじゃないぞ。まあ、ボギーは俺のせいにしても。うわぁ、アメリさんどうもいただきました。ありがとうございます。が、アマユミさんと3ストローク差ですね。これはもうなんともならない差ですね。はぁ、あ。もう、とりあえずイーブンまで持っていくが精一杯かもしれませんね。はい、ということで、まあ、ひとまずね、今回ピラミッドとスカラベの、調査はですね、最後のホールがワンオンできるかということですよ。3アンダー取ろうと思ってるわけではないということだけ言っておきます。言い訳しておきます。いつもここ無風でやってるんですが、今回無風じゃありませんので、今左に6マスほど移動させまして、もうちょいか。はい。合計7マスほどね、左に動かした状態で打っていきます。で、風も考えて、今ね、旗と一緒ぐらいで打っていきました。実はね、まあ、時間がなくてあんまりね、練習していないんですよね。まあ、本来なら一人でゴルフで、ちゃんと練習してからランキングトーナメントを臨むべきだったんですけど、すいません。もうほとんど練習してないんで、エイヤーでやっているんですけど、まあ、それにしては、まあまあ、いいとこに行ったんじゃないかなっていうとこですね。さあ、19センチ上げです。どうだ？よし。さあ、一つ縮めました。これで1オーバーですね。うわぁ。なんとか次もね、バーディー取って、オーバーパーで上がりたくはないですよね。なんとかイーブンまで持ってきたいんですけど、お、天由美さんが、バーディーを逃してしまったということですね。ということ
って、差がね、2ストローク差に縮まりました。2ストローク差ですか。はい、ということで最後のホール向かいます。さあ、やってきました。スカラベとピラミッドクラブの、私の今ね、出せる最大のパワーで351ヤード。ここなんですね。あとは、今回風がね、残念ながら、アゲンストなんですよね。しかも噛めるし。まあ、本当に噛めるなぁ。でーん、でーん、でーん。お!おおおおおお、キックのおかげでグリーンまで行きましたね。まあ、亀なんでね、ちょっとね、距離が伸びるっていうのもあって、今たまたま運よく乗りましたね、グリーンに。まあちょっとこのやり方は私あんまり好きじゃないんで、あまりおすすめはしないやり方なんですけど、たまたま今、亀ショットで、たまたま今、ラフに当たらずに転がってくれたっていうところで、ワンをできましたけど、基本私はこのやり方は、推奨はしていないですけどね。ということで、どうせ乗ったんだったら、イーグル取りたい。どうだ?ああ、残念。今ちょっとスライス読みすぎましたね。そうですね。まあ、亀ショットなんで乗ったっていうことなんですけど、普通に打っていったらおそらくグリーンに乗ることは相当フォローの風で、まあ、相当うまいキックをした時に限りになりそうかなっていうとこですね。で、乗ったとしてもやっぱり20メーター近いパットが残りますんでね。はい、お疲れ様、まゆみさんありがとうございました。でもワンストロークまでなんとかね、近づけましたよ。はい、ということで、イーブンでね、終わりましたね。まあ4位というのはしょうがないでしょう。最初にね、ダブルボギー叩きましたからね。はい、お疲れちゃんです。はい、チケットは溜まりましたんでね、もう一度ね、ピラミッドと、スカラベボールで3ホールね、挑戦しようと思います。まあさっきね、甘えみさんに恥ずかしいところを見せてしまったんですけど、まあこの動画を見てね、あ、そういう事情だったのね、というふうな、ふうに思ってもらえればなと思いますけどもね。さあ、先ほどミスった最初の方のティーショットですけども、どうだ?今回もアゲンスト、さっきもアゲンストだったかな。はい。まあ、ひとまずなんとかなりそうなところですね。はい。で、つま先上がりに今ちょっとなりますけども、ここがね、わかんないんですよね。旗のポジションが。はい、このくらいで行こうと思います。で、ポールの下打ちですね。で、サンドウェッジです。まあ、木に多分当たらないと思うんですけど、ギリギリかなっていうところですが、なるべく高い球でね、木をね、越していきたい。そうですね。はいはい、あとはどこに落下するか。もうちょい右でもよかったんですけどね。で、残り 1.9 メーターですね。まあ、とにかく最初のホール、バーディー、次もバーディー、そして最後にワンオンしてのワンパットのイーグルと。それがね、このピラミッドクラブとスカラベボールでできるか、というね、まあ、検証でもありますんでね。まあ、それで3アンダー、4アンダーっていうのをね、撮っていける映像が見せれればね、まあ、それはそれで、今回の動画についてはね、まあ、参考になる動画ということの一つになるのかなと思うんですけど、まあ、3アンダーももし撮れなかったとすると、まあ、ちょっとね、ピラミッドとスカラベはまだまだ私には早いということなのかもしれないんですけどね。はい、ではでは、セカンドホールに向かいます。まあ今までいかにね、無風に頼ってきたかっていうのが、とよくわかります。さあ、また風が完全アゲンストで、ピンの位置はさっきと同じですね。さっきね、ここね、7マス左に動かしたんですけど、ちょっと今回は風がね、完全にアゲンストなんで、ずらす距離をね、ちょっと縮めました。うわぁ、噛めた。もう、本当になぁ。ファラオ対策ね、なんだかんだいろいろとね、今私の持ってるウェアで、ファラオ対策、まあ、ファラオのスーツしかないのでね、まあ、それで試してみたんですけど、結局ね、集中力とそんなに変わらなくて、
むしろね、フォーエバーセディがなくなってしまうということによるパワーダウン、コントロールダウン、インパクトダウンですね。まあそういったところの方が逆に悪影響を及ぼしているということが分かりまして、結局ミッキーのペアでねやっているんですけどね。入れ、おーしよ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 し、なんとかね、本日の検証3アンダーまたは4アンダー取れるかどうかっていうのの検証ですね。なんとか最後のホールまで持ってこれましたね。よかった。これであとは1オンできて1パットで入れることができるかどうかですね。まあ、ワンパットで入れるかどうかは置いといたとして、ワンオンできるかどうかがね、とりあえずね、一番のね、今回のね、実験内容になりますんで。さあ、やってきましたね。パワーモードで、風もいいですね。まあ、ちょいフォローということで、右からの風ですね。さあ、ボールの下打ちで、万振りですね。よし、じゃあスインパクトした。さあ、どうだ。もっともっと風に乗れ、風に乗れ、風に乗れ。もう少し左がいいんだけど。あー、そうだそうだ、転がれ、これ。あー、右に行っちゃった。そうですね。キックする場所によっては、グリーンオンできそうですね。はい。まあ、ひとまず、最初のね、バウンドする場所と、まあ、あと風の風速によっても変わってくるとは思いますけども、検証結果としては今ね、グリーンオンなりませんでしたけども、何度かやれば、なんとなくグリーンオンする可能性は高いなっていうのが分かりましたね。どうだ？くるくるで入った。距離でくるくる出しちゃいけないんですけど、はい、ということで3アンダー取れましたね。ピラミッドクラブとスカラベボールで3アンダーなんとか取れましたね。まあ亀をねちょこちょこ出してますけども、なんとか3アンダー取れました。そうですね、まあ4アンダーをチェッカーフラッグクラブで狙っていくか、このピラミッドクラブで狙っていくかっていうところ、まあもうちょっとね練習ホールも重ねて、しっかりとワンオンできるかどうか、ワンオンをしっかりとできる。まあ、しっかりとできるって言い方おかしいですよね。まあ、でも2回に1回はワンオンできるっていうようなね、打ち方が見つかればね、ピラミッドで4アンダー取りというのもやっていきたいなと思いますね。はい。ということで、2位で終了となりましたね。やっぱりね、4アンダーの3回、トータル12アンダー取ってってる方っていうのは、やっぱりワンオンできてる方ですね。で、パッドもそんなに難しいラインが残らないような感じがしますんでね。それで取ってってるんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい、まあベスト3には入りませんでしたけども、まあこのセッティングでも3アンダー、トータル9アンダーっていうのは取っていけるっていうのがありましたんでね。まあ引き続きランキングトーナメントね、やっていきたいと思いますんで、皆さんもね、楽しんでね、ランキングトーナメントやっていきましょう。ご視聴ありがとうございました。雪村でした。